こんにちは。突然またゲリラライブです。佐藤です。まあ今日はですね、リンパケアとは直接関係のない、古事記とユダヤと量子力学1としています。で、カタカムナと空、まあカタカムナ、僕がちょっとスピリチュアル系のところに走ったという元になっているようなお話で、ユダヤ教についてちょっとお話をしたいと思います。で、ユダヤというのはユダヤ教を、まあイスラエルですね、イスラエルのその国旗ダビデの星というものがあるんですけども、このダビデの星がですね、なんと日本の神社とかですね、そういった、元伊勢神、この神社かな、とかにあるという形で、ダビデの星っていうのは日本にあるということと、あと、これですね、カタカナ、これ、ヘブライ語、イスラエルで、用いられた古い子、ヘブライ語で、書くとですね、子っていうのは上、一緒、上がヘブライ語で、下が、カタカナなんですね。子、一緒ですね。毛もほとんど形似てる。まあ、ちょっと顔はちょっと違うかもしれないです。あに見えますよね。ととかのとか、ふとか、れとか、わとか、はとか、さとかっていうのはものすごく酷似してるということです。それだけじゃなくって、なんと、ヘブライ語と日本語は4000語近くよく似た言葉があって、まあよく短い言葉なんかよく、これ取ると取る、書くと書く。なまるとなまる。一緒なんですね。飽きなうっていうのは買うっていうことだったり、やけどがやけどだったり、匂いが匂いだったり、肩が肩ふだったり、わらべはわらっぺんだったり、当たりが回りっていう意味ですね。終わりがあはりですね。終わり、はかるはかるですね。主とか侍が、しゃむらいですね。守るものっていうことだったり、槍とか忌むとかっていう形で、あと鳥っていうのはヘブライ語で門っていう意味があったりします。で、それと、あと、ユダヤ教にはですね、三種の神器っていうのがあって、三種の神器っていうのは、神様の器ですね、神様のものがあって、で、これが、三種の神器が、なんていうのかな、三種の神器が非常によく似てると。二枚の石板とマナの壺とアロンの杖に対して、日本は八田の鏡と草薙の剣と勾玉になってるよっていう話です。杖と、剣はよく似てるし、二枚の石板と鏡もよく似てると。壺とここに入ってる玉が、これ入れ物なんじゃないか。入れ物、壺の中に何かこういった玉が、種か玉が入ってるんじゃないのっていう形で、で、さらに、これですね、ユダヤの三種の神器の入れ物が、みこしとして、日本に伝わってきたんじゃないの。同じですね。で、この箱の上に、羽があるんですね。ここは日本だと鳳凰なんかがあったりするわけですよ。よく似てるわけですね。そして、祇園祭りっていうのは、シオンの祭りとも言われてて、やってる時期も、期間も大体よく似てるということです。そして、まあ、これがですね、祇園のその、イスラエルの王国っていうのは、紀元前11世紀から紀元前8世紀まで、イスラエルに存在したユダヤ人のその王国なんですね。12種族があって、北王国の10世紀種族っていうのは滅ぼされて、その一部が、日本に来たっていうふうに言われています。で、これは天皇家、出雲にたどり着いて、まあ同じ頃ですね、紀元前8世紀ぐらいからずっとゆっくり、日本の方に来て、出雲にたどり着いた旗族っていうのがそうだって言われてるんですけども、出雲にたどり着いたっていうふうに言われているということです。シルクロードを伝わってきたのは確かなんじゃないのって話ですね。で、祇園祭りのその、みこしっていうか、出汁の模様にもラクダとかそういうものがついてるということなので、日本に来たんじゃないのっていう話です。それと、これ天狗ですね。天狗と、これユダヤ教の人たちが、この、
なんていうんですかね、形が酷似しているということです。酷似している。頭にこういう帽子みたいなものをかぶって、もう格好も、まあ、顔も一緒ですね。ユダヤ人の人とはひげ生やして、まあ、鼻が高くて、ちょっと誇張された感じがあるんですけども、これユダヤ人じゃないのって話です。で、ユダヤだけじゃなくてですね、あ、これヘロデ王っていうのは最後の、イスラエル王国の最後の王なんですけども、ヘロデ大王、ヘロデモンとかヘロデの棺にも、この16枚なんです。16枚の菊の紋章があるんですね。これが、右側の上が、日本の菊の紋章、天皇家のものですね。で、これ、こちらのイスラエルはユダヤ教なんですけども、そうじゃない、この、シュメール文明ですね。シュメール文明でも、こう、イシュタール紋っていうのがあって、これも16枚の同じ文様でできているということです。まあ、この辺のものは日本に伝わってきたんじゃないのっていう話で、同じように、これ、ツタンカーメン、エジプトだとかでも、こういう全く菊の紋章と同じ16枚の模様の持った腕時計みたいなものですね、16の。腕時計か飾りなのかよくわかんないんですけども、そういうものがあったとこういうことになってますとこういうことです。そして、シュメール文明っていうのは紀元前5500年、エジプト文明っていうのは紀元前3000年。で、縄文時代っていうのが紀元前1万6000年から紀元前1000年ぐらいまでなんですね。で、この縄文、この火炎式縄文土器、一番左側ですね、すごく精巧にできてるだけじゃなくって、他の縄文土器を見てもですね、非常に、精巧にできています。で、網、これ、縄の網目が、縄文ですね。縄文っていうか、模様としてついてるから縄文土器っていうんですけども、この縄のが、ただ縄が押し付けてあるんじゃなくって、非常に高度に編んである。この縄の種類だけでも200種類以上あるっていうふうに言われているんですね。これ1万6000年前ですね。シュメール文明が5500年前という形で、ちょっと逆のことを考えてみましょうかというお話ですね。逆のことを考えると、もし日本から文明が世界に広がったとしましょうかという話ですね。これすごく考えると、さっきの三種の神器が、八田の鏡が、もしも、シルクロードかなんか渡っ、シルクロードもあったかどうかわかんないですけど、それは渡っていく間に二つにパキンと割れちゃったら二枚の石板になるんじゃないのって話ですね。草薙の剣が、杖と間違えて、杖だと思ったんじゃないのって話ですね。錆びちゃったりして。そして、まが玉を入れてた壺を、マナの壺。としたんじゃないのって言った方が、辻褄が合うんですね。そしてカタカナですね。カタカナは、日本古来の文字っていうふうに最近言われてるのがカタカムナなんですけども、このカタカナがヘブライに伝わったんじゃないの？だって、ヘブライが、全体に伝わったとしたら全世界に伝わっててもいいと思うんですけども日本だけに来てるっていう形ですね。なので本当は日本から向こうへ行ってそして追われた氏族が日本に基礎本能として戻ってきたんじゃないのか。そしてカタカナはもともと日本にあって中国にも影響を及ぼして空っていうのがウールエだったり口っていうのがローだったり花っていうのはサイヒだったり、こうですねっていうのがシエだったりするっていうことですね。で、実際にその神様の名前が外来語でもないのにカタカナで書くんですね。イザナギとかイザナミとかスサノオとかアマテラス。まあ、漢字で書く、ひらがなでなぜ書かないのって話ですよね。漢字でか、漢字とひらがなとカタカナが伝わってきた。なんでひらがなとカタカナがあるのかっていう話。もともとカタカナが日本にあって、そこに漢字が入ってきました。漢字を崩しました。カタカナに
と同じ音を漢字に当て字をつけましたっていうのがひらがなと漢字だと。漢字を崩したのがひらがなだってことは分かってるんですけども、カタカナは何であったのって言ったら、カタカナがもともとあったんじゃないのかですね。そもそも日本に文明があって、それが中国世界に広がって、中国や世界に広がっていった。そして、帰巣本能でまた日本に戻ってきた。ユダヤっていうのは、極東を目指した。要するに、一番最初はアフリカなんですけど、アフリカからずっと人が世界中に広がって、そして日本で文明ができて、その文明が、世界に、紀元前に伝わって、それがそのもう一度シルクロードを通って戻ってきたという形なんじゃないのっていうのが、カタカムナ、ホツマツタエ、それからって言われるこういった言い伝え、書き伝えによる文献なんですね。紙があったんじゃないのというお話で、そんな証拠は何もないんですけども、そういったことでできているかなというところが、カタカムナですね。で、ホツマツタエっていうのはもう縄文時代にあった日本古事記や日本書紀の原文とされていて、まあ、全くこれも根拠がなくって、ただ、江戸時代中期には存在していたということです。まあ、これが電子の電子配列に似ているということがあると言います。そして、カタカムナっていうふうに続いていくんですね。カタカムナもこれも神様の文字で、こう、なんかその昭和に入って、発見されたものなんですけども、古事記や日本書紀の神様の名前が出てくるっていうことだったり、まあちょっと太間にとかね、いう言葉ができてて、その太間にっていうのは、このさっきの、これが太間に図になるんですね。星松隊のこの太間に図っていうものになるんですけども、太間にっていうものがあって、そのカタカムナっていうのが、古代から、あったカタカナにいた古代文字があったんじゃないのかというお話です。まあそんなとこですね。で、本当に日本っていうのがもしかすると、まあこれ想像に過ぎないんですけど、何の証拠もないし、根拠もないことではあるんですが、まあ日本っていうのが、その、世界の文明の最古の文明にあって、そしてその縄文時代っていうのが1万6000年前から紀元前1000年前まで続いた。その続いた縄文時代という、その縄文時代は高度な文明があった。そして、ものすごく精巧な矢尻や釣り針が発見しているわけですね。糸とか縄とかもあったわけだから、別に紙があったっておかしくはないと。いうことです。その紙が1万年以上前にあって、そこに文字が書かれていて、その文字が伝わってきたということになるのではないのかというのが、この考え方になっておりますということです。そして、まあ、これが、カタカムナのお話が、その物理のお話っていうのは、続いていくわけでございます。今日は一応第1回で、まあ、この後、どれぐらいになるのかっていうのは、全然、わかんないんですけども、今後、ちょっと時間を見つけたときに、こういったものをやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。